例えばさ、僕が死んでも君の一日はいつも通りに過ぎるんだろう。すべて涙の一つでも通してくれる存在になれたらいいのにね。近くて遠いただの One of them だから。君が帰ってく十時過ぎのコンビニエンスストアで、僕はレジを打ちながらお疲れって声をかけるだけ。この状況の一年生、彼とは遠距離続いてるなんて笑う。君がいい、例えばさ、僕が死んでも君の一日せめて涙の一粒でも落としてくれる存在になれたらいいのにね。近くて遠いただの One of them だから。浴びるシャワー壊れてんのか。突然水になる震えるような時間でさえ君のこと忘れるには足りない。東京へ出てきて夢は大きくこの胸に、なんて人でも寒いだけ。例えばさ、僕が夢を諦めるって言っても君は何も咎めはしないんだろう。すべて諦めるなんて叱ってくれることはないだろうけど、この夢に近づこう。夢に叶えてみよう、寂しさの力でさ。死んでも君の一日はいつも通りに過ぎるんだろう。すべて涙の一粒でも落としてくれる存在になれたらいいのにね。近くて遠いただろう。知ってわかんないかな。
ほら君が帰ってく十時過ぎのコンビニエンスストアで僕はレジを打ちながらお疲れってこう